ちまって。バカ野郎、せっかく段取りまで教えてやったのによ。段取りったって全然話が違ったよ。金庫だってめちゃめちゃ頑丈で。金庫？あ、知らなかったのか。国道15号線を通る。名前にそんな金庫。分かった、はい、俺がやる。え、まだやるのか。当たり前だ。お前に信州はチャイナの父親。分かった。そんな頑丈な金庫ならいろいろ工具が必要だ。それが今朝の6時頃でした。This is animation, Reed Owen. Hmm. Hmm. My friends used to watch it when in secondary school. Did you watch it? No. I don't like it.